ビクトリアスはイギリス海軍の航空母艦、イラストリアス級航空母艦の2番艦。ビクトリアスの艦名を持つ軍艦としては4代目。空母ビクトリアスはイギリス海軍が第二次世界大戦で運用した正規空母でイラストリアス級の2番艦。1941年3月末に竣工し、5月下旬にはビスマルク級戦艦1番艦のビスマルクの 追撃作戦に参加する。5月25日、ビクトリアスから発信した、ソードフィッシュ9機がビスマルクを襲い、魚雷1本を命中させた。1942年初頭には、ソ連向け援助戦団の護衛に加わる。3月、ビスマルク級2番艦ティルピッツを、本艦のアルバコア12機が来撃したが、1本も命中しなかった。 PQ17 戦団の間接護衛部隊にも加わっていたが、同戦団は大損害を受ける。その後、地中海戦域でペデスタル作戦や統治作戦などに従事した。1942年末、太平洋で日本海軍と激戦を繰り広げていたアメリカ海軍は艦隊が空母の不足に苦しんでいた。ビクトリアスはアメリカ海軍に対応され、 1943年初頭より太平洋戦線に転戦する。空母サラトガ島と共にソロモン諸島における中部ソロモン諸島攻防戦に参加した。その後、エセックス級航空母艦やインディペンデンス級航空母艦の配備が進み、ビクトリアスは大西洋に戻った。1944年4月3日のタングステン作戦におけるビクトリアスは、 空母フューリアスや護衛空母と共に、ノルウェーのアルダフィオルドに潜む戦艦ティルピッツをバラクーダ等で攻撃し、損傷を与えた。その後も5月末まで、幾度かティルピッツを攻撃したが、天候不良等で有効な攻撃を行えなかった。太平洋戦争末期には再び、太平洋に転戦した。太平洋艦隊に所属し、アメリカ海軍の指揮下に入って、 沖縄戦に参加した。特攻機に突入されたが、沈没には至っていない。クレグン港空襲など、日本本土に対する空襲も行った。第二次世界大戦終結後、1950年代に改装されジェット級入用能力を得た。1968年に除籍1941年3月29日、ビクトリアスは竣工した。5月、 ドイツ海軍はライン演習作戦を発動した。5月20日昼過ぎ、スウェーデン海軍のケージュンゴトランドがカテガット海峡でナチスドイツ海軍の戦艦ビスマルク及び護衛部隊と遭遇して母国に伝達する。その情報はイギリスに伝えられた。5月22日にビスマルク級戦艦の一番艦ビスマルクと十十二洋艦プリンツオイゲンがノルウェー西岸のベルゲンを出撃。 リュッテンステイトクはアイスランド北方を迂回してデンマーク海峡を通過するコースを選択した。イギリス海軍はスピットファイアの航空偵察でベルゲン周辺のフィヨルドに停泊中のビスマルクとプリンツオイゲンを捕捉した。オークニー諸島スカパフロー所在の本国艦隊司令長官ジョン・トービー大将はビクトリアス艦長ヘンリー・セシル・ボーベル大佐を呼び出して 感情攻撃機ソードフィッシュによる奇襲を検討したが、パイロットたちの未熟さと経験不足で断念した。ビクトリアスは、戦闘機ハリテーンを、マルタ島に輸送する任務を帯び、巡洋戦艦レパルスと共に、イギリスを出発する予定だったが、すべて取り消された。ランスロット・ホランド中将が指揮する、巡洋戦艦フットと親鋭戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、および随伴駆逐艦が先行して、 スカパフローからアイスランド方面に出撃した後、東美提督も直卒部隊を率いて、スカパフローを出撃した。5月24日午前5時50分から始まったデンマーク海境海戦でイギリス海軍が敗退した時、東美提督直卒部隊は、リュッチェンス部隊より南東360マイル地点にあった。東美提督はビスマルクの機動力を奪うために、 ビクトリアスの艦上攻撃機による魚雷攻撃を選択した。アルバンカーティス少将を指揮官とする臨時部隊が編成され、ビスマルク攻撃に向かった。同24日午後10時、ビクトリアスは荒れ模様の天候下でソードフィッシュ吸気を発進させた。雷撃隊はビスマルク追跡部隊3隻と接触し、ビスマルクの方位を教えてもらった。 同24日午後11時30分頃でも周囲は昼間のように明るかったという。5月25日の日付変更直後、ソードフィッシュ給気はビスマルクの対空砲火にさらされながら雷撃を観光した。ビスマルクは攻撃を巧みに回避したが、右犬中央部に魚雷一本が命中した。魚雷は水面近くの装甲帯に命中し、被害は警備であった。 ただし、回避行動や高速航行で砲撃戦で受けた水戦下の損傷が拡大し、2番ボイラー室が浸水により満水状態になった。艦首でも応急修理箇所で浸水が拡大し、沈下が進んだ。また、巨雷の爆風で艦上にいた1名が戦死し、5名が負傷した。これがビスマルクでの最初の戦死者であった。ソードフィッシュ9機は、 前期現在のまま来撃を終了し、母艦への帰路に就いた。25日午前2時、前期がビクトリアスへの夜間着艦に成功した。ただし直接の艦上戦闘機フルマー2機は母艦に帰討できず、不時着して乗組員は通りかかった船に救助された。この後サフォーク島はビスマルクを見失い、ビクトリアスが放った偵察機もビスマルクを発見できなかった。 早朝に予定していたビクトリアスの第二次攻撃は延期された。さらに策的に投入したソードフィッシュ7機のうち1機が起討しなかった。またイギリス側の判断ミスで各艦は検討違いの方向を捜索した。ビスマルクが沈んだ後、ビクトリアスはスコットランドのクライド海軍基地に短時間滞在した。地中海戦線に投入予定のハリケーン戦闘機を多数搭載し、 5月31日に出航する W58X 船団と共にイギリスからジブラルタルへ向かった。その途中、ビクトリアス搭載機がドイツ船ゴンツェンハイムを発見した。ゴンツェンハイムは軽巡洋艦ネプチューンが葬った。ジブラルタル到着後、ビクトリアスは H 部隊の空母アークロイヤルや巡洋船艦レナウンなどと共にマルタへの戦闘機輸送に従事した。 1941年7月、空母ヒューリアスと共に、ノルウェーのキルケネスト、フィンランドのペサモに対する空襲を行う。続いて8月23日にスカパフローから出撃し、アルハンゲリスクへ向かい船団の護衛に従事する。船団護衛後、9月3日にハンメルフェスト空襲を試みるが、これは断念された。ビクトリアスは、アルハンゲリスクへの戦闘機輸送中の軽空母。 アーガスを護衛した後、9月12日に、ベストフィヨルドでの船舶攻撃を実施し戦果を上げた。9月13日、スカパフローに寄討。1942年3月6日、ビスマルク級戦艦2番艦のティルピッツが、P92 戦艦を撃滅するため、ノルウェー西岸のトロンドヘームを出撃して、北上を開始した。戦艦キング・ジョージ5世位、クーボ・ビクトリアス。 従順バーウィック随伴駆逐艦も、それ向け援助船団の護衛とティルピッツ追跡に投入された。3月9日朝、ビクトリアスの艦上攻撃機アルバコア12機は、ロホーテン諸島沖でティルピッツを攻撃する。投下した魚雷はすべて回避され、アルバコア2機が失われた。ティルピッツと護衛部隊は、ナルビクに入港し、続いてトロンドヘームに戻った。 6月末、連合国軍のソ連向け援助戦団 p 9 7はアイスランドを出撃した。本国艦隊司令長官トービー提督が率いる英戦艦デュークオブヨーク米戦艦ワシントン空母ビクトリアス巡洋艦3隻特畜艦部隊の間接護衛部隊がノルウェー海を行動する。イギリス海軍本部はティルピッツ以下のドイツ艦隊の脅威を過大評価し、 7月4日夜に p 9 7戦団を分散させ、護衛部隊も寄投した。このため、連合国軍輸送船は U ボートとドイツ空軍爆撃機で大損害を受けた。本国艦隊は p 9 7戦団の悲劇を防ぐことができず、スカパフローに寄投した。ティルピッツを取り逃がしたビクトリアスは地中海戦線に投入された。マルタに対する補給作戦。 北アフリカ上陸作戦などに参加した。ペデスタル作戦では、数軸国空軍の爆撃により、爆弾一発が飛行艦艦に命中したが、走行が弾き返してことなきを得た。1942年末になると、第二次世界大戦の主導権が連合国軍に移ったことが明確になった。1942年11月中旬の第三次ソロモン海戦で勝利したアメリカ軍は、 ガダルカナル島攻防戦で完全に優位に立った。長幾度も正規した海戦により、残存正規空母は3隻に減少した。米空母エンタープライズは、作戦行動可能だったが、ドック入りと修理が必要だった。大西洋艦隊配備の米空母レンジャーは防御力に不安を抱えており、苛烈な太平洋戦線への投入を躊躇せざるを得なかった。 太平洋艦隊の稼働空母がサラトガ弾艦ンンという事態にアメリカ海軍はエンタープライズの代艦としてイギリス空母一隻の太平洋派遣を要請する。白羽の矢が立ったのがビクトリアスであった。12月20日、ビクトリアスはアメリカ海軍に加わるためグリーノックからアメリカへ向け出港した。途中バミューダに立ち寄り、1943年1月1日に バージニア州ノーフォークに到着した。そこで若干の回収がなされ、2月にビクトリアスは太平洋へ向け出発。パナマ運河を通過して3月4日に真珠湾に着いた。その途中、一機の艦上攻撃機アベンジャーが衝突し、火災が発生するという事故があった。1943年、ヌーメアに停泊するビクトリアスとサラトガ。日本軍は、 ガダルカナル島撤収作戦を発動して、ガダルカナル島から撤退し、ソロモン諸島においては、ニュージョージア諸島とブーゲンビル島に防衛線を構築しようとした。これに対し、連合軍はカートホイール作戦を準備し、ブーゲンビル島やニューブリテン島のラバウル攻略の前段階として、ニュージョージア島を占領して飛行場を建設することにした。ビクトリアスは5月8日に、 米戦艦のオスカロライナ駆逐艦3隻と共に、新珠湾を離れ、5月24日に、ヌーメアに到着した。6月には、大型空母、サラトガなどと共に、第36.3任務軍として出撃し、ソロモン諸島での上陸作戦を援護した。日本海軍の基地航空部隊も、浮島屋部員の飛行場から攻撃隊を発進させ、ガトーのヘンダーソン飛行場基地や、 ルッセル諸島の基地、ルンガ沖の連合軍輸送船団を攻撃する。米機動部隊、連合軍輸送船団、水上艦部隊はほとんど損害を受けなかった。カートホイール作戦は6月下旬に発動され、ニュージョージア島の戦いが始まる。連合軍機は、ソロモン諸島、ニューブリテン島、ニューアイルランド島の日本軍航空基地に、終夜攻撃を加えた。 ニュージョージア島やコロンバンガラ島を巡っていくども、海戦が起きたが、連合国軍は損害を出しつつもニュージョージア諸島に、共闘法を築き、航空優勢下で進撃を続けた。ビクトリアスは7月末には、ヌーメアを離れ、新獣湾、サンディエゴ、パナマ運河経由で9月1日に、ノーホークに到着した。そこでドック入りした後、イギリスへ向かい9月26日に到着した。 ビクトリアスはイギリス海軍からアメリカ海軍に貸し出された唯一の艦船であった。1944年3月、ビクトリアスは A 戦艦アンソンやリューク・オブ・ヨークなどの両艦と共に JW58 船団の間接護衛を行った。4月から5月にかけて本艦は空母フューリアス及び護衛空母4隻と共に ドイツ戦艦ティルピッツに対する一連の空襲に参加した。ノルウェーのアルダフィオルドに停泊するティルピッツへの最初の攻撃はタングステン作戦と命名されていた。爆弾装備のバラクーダがティルピッツを爆撃し、艦上戦闘機がドイツ空軍の戦闘機を引きつけたり、ティルピッツを機銃装射して対空火器を破壊するという計画だった。4月3日の空襲で、 ティルピッツ2600ポンド爆弾4発、500ポンド爆弾10発が命中し、資金弾多数も確認された。同艦の人的損害は、戦死122名、負傷316名に達した。負傷者には、艦長も含まれていた。ティルピッツは、数ヶ月の修理を要する被害を受け、ヒトラーやドイツ軍上層部は、ティルピッツの出撃を禁止する。 デーニッツ海軍総司令官はこれを機にティルピッツを浮き放題に改造することにした。イギリス軍はティルピッツを葬るために空母機動部隊による幾度かの作戦を実施した。4月24日、空母2隻と護衛空母4隻でプラネット作戦を発動したが、天候不良のため出撃中止になった。5月15日、空母2隻の攻撃隊がティルピッツ上空に侵入したが、 雲に隠されており攻撃中止となった。5月28日、再び空母2隻で攻撃計画が練られたが悪天候のため中止された。結局、艦上攻撃機によってティルピッツを撃沈することはできなかった。第二次世界大戦末期には太平洋艦隊に所属し、再び太平洋戦線に投入された。イギリス海軍の第一空母戦隊に所属し、 沖縄戦に参加する。アメリカ海軍の第5艦隊霊下において、第57任務部隊を編成し、フィリップ・バイアン提督が指揮していた。5月上旬に日本軍の特攻機の攻撃を受けたが、戦艦のそれに匹敵する76ミリ圧の装甲が、港を創し14名が戦死したものの、沈没は逃れた。復旧に約1ヶ月を要した。この間に、 第5艦隊は第3艦隊となり、第57任務部隊も第37任務部隊に改称した。第37任務部隊は日本列島の各地に空襲を観光した。改装後のビクトリアス。環境上部に設置されたサーチライト上の構造物は984型レーダーのアンテナ。対戦終結後の百四十七年には予備役に編入されたが、 1950年から1958年にかけて Z 機に対応するための近代化改装を受け、アングルドデッキや蒸気型パルトなどの装備を追加している。東洋艦隊に所属したこともあり、日本にも来航している。1967年の火災事故がきっかけとなり、1968年には除籍され、スクラップとして売却された。最後にビクトリアスが搭載した。 関西記は次の通り、ありがとうございます。